お元気ですか？谷村新司です。初雪の便りが届き始めましたね。例年よりも遅い初雪みたいな感じです。街のケーキ屋さんのショーケースにはいろんなクリスマスケーキが並んでおります。どれにしようかな、なんて嬉しい戸惑いの瞬間ですよね。さあ、今日もゆったりとあったかにラジテレ始めてまいりましょう。さて、今回のテーマはクリスマスギフトです。大切な人に何かを贈りたい。そのプレゼントを選ぶときに相手の喜ぶ顔を思い描きながらの時間。これが実は本当に一番大事だなという気がします。このクリスマスの日にあなたに届けたいお話が一つあります。これはもう随分昔に僕が感動して毎年必ず思い出すっていう一つのクリスマスギフトのお話なんですけども、何の本で読んだのかはもう今はっきり覚えてないんですけども、その内容というのが今もはっきり覚えています。アメリカにありますニューヨークサンという新聞があります。ニューヨークサン新聞では毎年クリスマスの日に一つの同じコラムをずっと載せているっていう話なんです。クリスマスになるとニューヨークサン新聞の社説は毎年同じものが出てくる。このニューヨークサンという新聞がどんな社説を載せてるかというと、これはですね、ある一人の少女からの投稿にニューヨークサン新聞が社説で答えているというやつなんです。これはね、もう知る人ぞ知るという有名なコラムになってるんですけども、それは一人の少女からの投稿にニューヨークサン新聞が答えているという名物コラムなんです。それはね、バージニアという書き出しで始まるコラム。彼女の質問は何かというと、ニューヨークサン新聞にサンタさんって本当にいるんですか？という投稿が来たという。なぜ彼女がこれを投稿したかというと、お母さんに、サンタさんはいるんですか？本当に？って聞いたときに、新聞社の人だったら偉いから、ちゃんと答えをくれるよってお母さんが言った。それでそのバージニアさんは、こういうシンプルな質問を、新聞社にぶつけてきた。そしてそれにニューヨークサン新聞がなんと社説でちゃんと答えているというとっても素敵なコラムなんですよね。